はい。皆様、こんばんは。サンデーナイトフィーバーのお時間がやってまいりました。どうもご無沙汰しております。ジョブディランでございます。はい。年の瀬も押し迫ること、早クリスマス。今回が12月25日放送会ということで、えー、本年も残すところ、わずか1週間というところまで来てしまいました。皆様、いかがお過ごしでしょうか えー、師走ということでございますので皆様も大変お忙しくお過ごしのことかと思いますが、えー、くれぐれもお体にはお気をつけてお過ごしください私自身身をもまれるようなちょっと多忙さでですね、えー ほぼ1ヶ月ぶりの録音となってしまいまして、えー、生存確認ができませんで、えー、ご心配をおかけしました申し訳ございません、えー、今年はですね、えーまあ、今回は年末とクリスマスというところはちょっとかぶりますので、えー、そこのところを行ったり来たりの放送となってしまうかと思いますがぜひ最後まで飽きずにお付き合いいただけますとありがたいです。はい では、今回の放送ではですね、えー、これは本当になんとなくなんですが、西の方年末、東の方クリスマスということで、えー、進めてまいりたいと思っております。どうぞ、えき、ー、れつつお付き合いいただければと思います。はい。では、えー、まずは、西の方年末。はい。 暴走、忘年会続きで飲みすぎてはいませんでしょうかはい、そこのあなたですよ。そして私です。飲みすぎは体に毒だと分かっちゃいるけどやめられない。はい、では聞いてください。忘れてモーテルズで分かっちゃいるけどやめられない。 はい。分かっちゃいるけど、やめられない。忘れてモーテルズでした。どうも。では、続きまして、東の方、クリスマス。さあ、皆さん、今年も大切な誰かにプレゼントを送ったり、送られたりしましたでしょうか えー、各言私ですね、えー。プレゼントを贈る才能がないと言いますか、サプライズプレゼントを用意すると、えー、逆流島茂雄、7割ぐらいの打率で失敗いたします。ダッサイな。我ながらそう思いますね、えー。こういうのがね、何というのか、えー、失敗したサプライズプレゼント。気の抜けたシャンパン。湿気たチキン。 ねえ、雑に抱いてよ、と女は言った。とかなんとかね、えー、でたらめなこと言っておりますけども、えー、サプライズプレゼント用意しといて滑るなんてダサいやぼったい街明かりでやぼったい聞いてください はい。聞いていただきました。昭和歌謡をこよなく愛する女。えー、町あかりさんで野暮ったいでございました。はいで。またもや西の方年末。酒飲めば金はなくなり法隆寺。どうせ飲むなら飲まれて飲んで、えー、証券のお通りでございます。 はい、聞いてください。萩原健一、ぐでんぐでん。 はい、聴いていただきました。証券萩原健一のぐでんぐでんでした。えー、この曲を聴いていると毎回思いますが、えー、いい歳を超えた、えー、大の男が二人ぐでんぐでんになって肩組んでね、道端でもつれ合ってるような、えー、なんとなく見目麗しくはないけれどもな、胸に来るものがあるような光景が思い浮かぶようでございます。さあ、東の方のクリスマス。 はい。大掃除と年賀状のことを忘れられないまま、師走の我が家のクリスマスはいつも戦場です。ということで、えー、ここで行ってみましょう。坂本隆一、戦場のメリークリスマス。 はい、聞いていただきました。戦場のメリークリスマス、坂本隆一でございました。はい。では、ここで突然、上部の部屋。 はい。このコーナーは私、ジョブ・ディランの頭の中の小部屋から何かしらをおすすめするコーナーでございます。久々にやってまいりました。では、今週ご紹介しますのが、えー、こちら、根本隆大先生の怪人ブレイクオーララバイという漫画なんですが、 えー、こちらですねまず根本隆先生のことをご存じない方も多いんじゃないかなと思うんですが外堀から埋めておくと特殊漫画大統領とか言っちゃうと人がついてこないので、えー、例えばですね電波系ですとかゴミ屋敷とかいい顔ですとか因果物っていうキーワードを作り出したような人でございますね。 えー、サブカル界の表の顔が三浦潤だとしたら裏の顔の極北に位置する根本隆先生でございますはい、えー、本人特殊漫画家特殊漫画大統領を受賞しておりますはいそれで今回ご紹介するのがですねもうタイトルからしてぶっ飛んでおります「怪人ブレーコーララバイ」という漫画なんですがこちら映るかなちょっと映るね はい、えー、こちらの漫画ですね。えー、まずちょっと私思い入れのある一冊でございますので、えー、この本に巡り合った経緯からちょっとご説明したいんですが、えー、私これはですね、あのー、高校生の時とある大きな島に島流しにあっていた時にですね、同級生の大阪出身の友人が「えー、めっちゃいい本あんねん」と言って、えー、一回貸してくれまして。 でこの本を読んでぶっ飛んだという何がぶっ飛ぶかというとですねこの「怪人ブレイクオーララバイの」の、えーまあ、ほとんどのボリュームを占めるのが「竹雄の世界」という漫画なんですが他にもいくつか短編は載ってるんですけれどもあの絵柄はですねもう俗に言うなんていうんですかもう俗に言うというのがないんですかねエログロナンセンスというか例えばですね、えー 悪い人のちんぽこがもう私はこんな男のちんぽこでいるのは嫌だと言い出して、えー、その頭をぶん殴ってですね「ちんぽこが頭として自分,を自分は頭です」と自称するところから、えー、人生「ちんぽ性が始まるというような漫画があったりですね、えー、内容も非常にエキセントリックでございますその中でも特にハクビで伝説的な一作がこの「竹雄の世界」という漫画なんですね。 でこの武雄の世界がですね、えー、もうちょっと出だしだけは説明必要なんですが説明が必要と言ったらどこまで説明,説明が必要になってくるんですけども、あのー、この竹雄の世界というのがあのお父さんがですね遠洋漁業の、あのー、漁師さんなんですね。で船の上で まあ暇だから線釣りをここうとえ線釣りご存じない方にはもうあのここで脱落していただくしかないんですが、えー、そうしたら、えー、たまたま某国の原子力、えー、水爆実験ですねに立ち会ってしまって、えー、出てくる時の精子が放射能を受けて赤ん坊のサイズで出て,出てきてしまったとでそれをせっかく生まれたから育てるべということで育てることにしたというのが武雄の世界の入り口なんですが。 この主人公の聖子に竹尾という名前が付けられまして竹尾がですねもうこの世の中のありとあらゆる差別を受け区別を受け迫害を受け、えー、何故にそのような目に遭っているかというともう人間ですらないからですね「おい聖子聖子と言って石を投げられたりしています。でこれが、あのー、非常に10代の頃の私を刺さりましてね あのいろんな意味で価値観があのひっくり返るというよりは裏返るというんですかねあのずるりと向けるというような感じで、えー、ちょっととっておきの一冊なんですが今回はちょっと持ってまいりました「怪人ブレイコーララバイ」でございます。 えー、この本を紹介してくれた友人もすで、えー、にもう奇跡に入ってしまいまして若くして亡くなってしまったんですが、はい、その後私の方はですね個人的に、あのー、もう根本先生を一方的に推したい申すがあまりちょっとイベントを行って根本先生を召喚したりですね、えー、そういう巡り合いもありまして、えー、大変、えー、貴重なご縁をいただいております。 根本先生の怪人ブレイクオララバイです現在はですねもう何年も前からウィキペディア上では、えー、最,最新作未来生死ブラジルを執筆中となっているまま、えー、ご本人まだ作業が続いていないようでございますで時々根本隆さんのホームページ もうホームページ自体にもですね「根本先生連絡をくださいと」と行方不明になっちゃってるようなあのー、探し人の情報が載っていたりもしましたが最近は見ておりません、えー、最近ホームページ見ておりませんがどうなんですかね根本先生お元気でしたらよろしいんですがはいじゃあここまでで一旦ジョブの部屋終了はいジョブの部屋は一旦終了なんですが、えー、ここで根本先生の「 根本隆先生のポンチャック愛に敬意を表して、えー、イーパクサー言ってみましょうアスラバルバルターイーパクサ 聞いていただきました「イーパクサ」日本で唯一、えー、多少売れたポンチャッカー「イーパクサ」あで聞いていただきました「アスラバルバルタでございましたどうもありがとうございますはいでは、えー、ここでちょっと皆様にお伝えしたいことがあります はい、えー、少しですね、えー、ちょっと流れを止めてしまうんですが、えー、皆様に少しお伝えしなくてはならないことがありまして、ちょっとお時間いただきます。えー、というのを、ね、冒頭でも申し上げましたが、えー、ちょっと私の方でですね、最近あの多忙のため、えー、なかなか収録ができずにおりまして、およそ1ヶ月ほど番組を穴を開けてしまいました。はい、あのその件でですね、あの まあ,あの聞いてくださっている皆様にもご心配をおかけして FM 那覇さんにもご迷惑をおかけしてしまったんですが、えー、ちょっとあのー、これがねまだちょっと状況的に引き続きそうなので一旦あのー、心身ともにねあのー、クールダウンタイムと言いますかあのー、番組の方もちょっとご迷惑をおかけしないようにねあのー 一回前向きな姿勢でお休みをいただこうかと思いまして、えー、先日 f フェムナハさんともお話をさせていただきましたはいで私も大変残念なんですが、えー、ちょっと一旦ね、あのー、心身ともに影響を養って、えー、あとちょっと先に片付けなければいけないことを、えー、23片付けてですね永挙、えー、養ってからもう一度戻ってこれればと思っております。 えー、ですので、えー、第1期サンデーナイトフィーバーといたしましては、えー、今回の放送をもちまして2022年ですね2022年をもちまして一旦、あのー、お休みとさせていただきまして、えー、時期は未定ですがまた戻ってくるつもりでおりますですので、あのー、また長い、あのー、長い目と、えー、温かい心で見守っていただけるとありがたいです。はい というわけであのー、もう残り時間も少ないです、えー、皆様にお届けしたい曲がたくさんあるんですが、えー、もうこのままいっちゃいましょう、えー、というわけで残り時間も少ないぜベイベイということでね、えー、この曲で上げていこうランダム4曲一つかみ1曲目「ライディングアローンレッドネックス」いってみましょう はい、聞いていただきました。レッドネックスライディングアローンでございました。えー、これはもう二昔以上前ですかね。えー、一時期カントリー カントリーウエスターンじゃなくてカントリーダンスというようなジャンルが一時期流行りましてといってもこのレッドネックス以外にカントリーダンスをやってるグループを私は知りませんが、えー、どうなんでしょうか今聞いてもなかなか楽しい一曲だと思います、はいえー、続きまして次々参ります、はい、で続きましてローガンズででででどどどううももいいわいいい私のののさっきの個人の事情なございますはい行ってみましょう。 はい、聞いていただきました。ローガンズで「どうでもいいわい」です。えー、どうでもいいわいでした。はい、こちら、アルバム「マンチンロー」から拝借しております。ローガンズ、スポティファイで落ちております。ぜひとも聞いてみてください。もうちょっと人気が出てほしいな。はい、続きましていきましょう。ヒップスターイメージで「メイク・ハー・マイン」。 はい聞いていただきましたヒップスターイメージでメイクハーマインでございましたはい、えー、で先ほどもお話ししましたけれども、えー、ちょっとしばらくお休みいただくというような形で、えー、ちょっとですね私のまだ短い未熟なあ短い期間ですが えー、DJ 経験というのを通してやっぱり何が一番楽しかったのかなと思うと皆さんにいろんな曲を、えー、こんな曲を投げてみたらどうだろうこんな曲を聴いてみてくれないかなこんな曲はどうだろうというのを考えるのが一番楽しかったような気がします、えー、ですので1、あのー、回ね締めくくるということで締めくくりにふさわしくどん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 音楽いっちゃいます。えー、といってももう残すところあと1曲ですかね。はい えー、では、えー、トラディショナルジャパニーズダンスミュージックというのを送ってみたいと思うんですが、えー、それは何かと尋ねると、えー、これは大竹英一曰く温度だそうでございます。はい、本日12月25日にちなみまして、クリスマス温度行ってみましょう。 はい、聞いていただきました。クリスマス温度大滝栄一でございました。はい、ではそろそろ本日もお時間がやってまいりました。えーですね、えー、今回でちょっと一旦お休みということで、いろいろ感無量な部分はありますが、 えー、桂文楽のようにもう一度修行して出直してまいりますというような気持ちもあり、えー、自分の至らなさ、えー、反省点などもね、あのー、ちょっと一旦あの見つめ直す時間にもなればいいななんて思っております、えー、正直さよならということはちょっと私は、えー、別れを告げるのは苦手なんですが、えー、ですので私はずるい方法を取らせていただきまして。 えー、フィリップ・マーローですね。フィリップ・マーローのセリフで、さよならを言うことは少しだけ死ぬことだと言っております。なので、私、今から少しだけ死のうと思っております。えー、皆様、どうぞお付き合いいただきましてありがとうございました。また戻ってきた際には、何卒何卒よろしくお願いいたします。それでは、私、今から一度だけ死んでまいります。 えー、皆様、えー、良い年越しを、そして良い、えー、また来年良いお年をお過ごしくださいませ。それでは一旦、さようなら。おやすみなさい。ジョブディランでした。サンデーナイトフィーバー。 ほなさいなら。